我が国は宿敵された。我々の敵は憎き奴隷商人、ミナマール特化産業だけとはいかないらしい。そして、敵は自国領内にもいる。脱走した科学者は全 FTL 文明を扇動して何かを企んでいるようだし、入植地の地底人は反抗的だ。我が国の元奴隷たちの中には、ふるさとへの帰還を望む者も少なくない。最近発足した銀河共同体は平和的に機能するのかどうか。脱走奴隷が協力して起こしたこの国は、指導者が変わり、新たな時代に突入しようとしているが、国の中にも、外にも、問題が山積みだ。ご視聴ありがとうございます。うぷ主の月葉です。最初から申し訳ありませんが、残念なお知らせがあります。我が国と国境を接しているビヒーラ国が、宿敵を撤回しやがりました。それはいい知らせなのでは？あ、リベリオン解放同盟真の指導者、あやめだよ。よろしくねー。何を言うんですか？今までやってきた戦争準備がパーなんですよ。私はこの二月をどうすればいいんですか？しかもこの宿敵撤回、国力差がつきすぎて撤回されたわけではなく、本当に国の関係性が改善されてるんですよね。艦隊戦力圧倒になっとるし、敵じゃなくなってよかったんじゃない？隣国の侵略に怯えなくてよくなったのはラッキーだよ。これからは仲良くしていこう。もうしばらくぬくぬく内政できそうだねー。私は不満でいっぱいですが、向こうが仲良くしたいというのなら仕方ありません。ビヒーラ国との関係改善を記念して、消費財と鉱物をたくさんもらうことで誘因を下げます。ここ30年くらい仲いい国に消費財と鉱物をたかり続けとる。相手国の資源かこちらの行為が尽きるまでやめませんよ私は。ビヒーラ国ありがとうございました。アメジストのように美しい縦紙ですね。その後はめちゃくちゃ平和だったから、細々した出来事をダイジェストで紹介するね。まず、ナハール国の宿敵のせいで中断しとった母性探しを再開したよ。不安はあるけど、今回はミナマール特化産業の領土内を抜けるルートだね。なお、銀河市場の誘致には失敗しました。格付け協力だったんですけどね。絶対ミナマール特化産業が裏で手を回していますよこれ。次に、迷子の宇宙アメーバを保護したよ。名前はブレイズちゃんにする予定。火の玉を3つ吐いて強そうなイメージあるんですよねー。うん、うちの創始種族が奴隷市場で売られとる？そんなことするのはどこの不届き者ですか。出品国が分かれば叩き潰しに行くのにー。ああ、うちの種族安い。買い戻せるときは買い戻しておくよ。お金があり余っているわけではないので、できる範囲でではありますけどね。そして、待ちに待った社会学研究選択肢に超能力理論来たー。その下の国税スロットがプラス1される、銀座規模の行政機構も捨てがたかったですが、早めに超能力ルートに進み体力が勝りました。物質に勝る精神ドーン。我々はこれまで、精神に秘められた可能性のほんの一部しか解放できていなかった。我々の種族の潜在的超能力が、今まさに人々の間で発現し始めている。時を同じくして、我々が追い求めていた先駆者、第一同盟の本部であった場所も発見しました。銀河外縁部の辺境だー。銀河の端は、プレスリンが怖いからなー。なお、第一同盟の中枢は、同盟崩壊によって惑星外からの食料供給が断たれ、数世紀にわたる飢餓で徐々に人口を減らして滅びました。先駆者文明の中では平和的な滅び方、なのかなー。さて、話を超能力ルートに戻しまして、最近追加された新たな伝統、超能力の伝統を取得します。これを取ることで、創始種族の全員が潜在的な超能力を持つことになります。古い民話の中にしかなかった魔法使いたちが現実になったね。民話は作り話じゃなくて実話だったんだー。この伝統を進めていけば、さらに強力な超能力を発揮できるようになるのはもちろん、他の種族を超能力に目覚めさせることもできます。楽しみですね。よし、ユグドの民全員に潜在的超能力者の特性がついとる。研究出力と統合力が増えるのマジでありがたい。あと特筆すべき点というと、例の脱走科学者の自称神がいる惑星不王が、とうとう核分裂に手を出したことでしょうか。バグはもう修正されたはずだから、核戦争で滅びることはないと思いたい。
さらにさらに、我々はとうとうミナマール特化産業に対して諜報網を構築することにしました。国力差ありすぎて何もできんかもしれんけど、監視だけは十分やっておきたいところ。しばらく前に我々と関係改善したビヒーラ国は、ミナマール特化産業と宿敵。私はこれを好機と考えます。ミナマール特化産業と敵対してくれる仲間が増えたわけだからね。ビヒーラ国がミナマール特化産業と戦争する場合は一枚噛ませてもらいたいものです。というわけで、結構悩んだ末にビヒーラから提案された防衛協定は受け入れることに。ビヒーラ国っていろんな国と戦争しまくっとるから、いろいろと巻き込まれちゃうんじゃ。その時はその時です。話めっちゃ変わるんだけどさ、この表情を変える星のイベントでテラフォーミングが成功した試しがないんだけど、50% の成功率って絶対嘘でしょ。体感 5% くらいですよね。ほら、今回も失敗じゃん。プンスカプンだよ。まあ、不運だったと諦めて政府の改革を行いましょう。ちょうど国でスロットを一つ増やす研究が完了したので。結構悩んだけど、今回取るのは、機能的建築様式にするよ。惑星開発に使う鉱物がマジで足りてないんだよね。戦争が多くなってきたらまた見直すと思うけど、今は平和だから国内が発展するような国勢で行くよ。7年時間を飛ばしました。その間、我々の関与しないところでいくつかの戦争が起こり、いくつかの国が滅び、ソル第三惑星では新種の知的な軟体動物を利用した生態コンピューターが開発されて惑星中が混乱していますが、この大ニュースの前では些細なことでしょう。我々ユグドの民は超能力的な大覚醒を果たしました。脳の潜在能力が覚醒し、言語コミュニケーションはテレパシーにとって変わられつつあります。でも、うちの国はユグドだけじゃないんだよ。ご心配なく。我々は他の種族の人々を超能力覚醒させる術も手に入れました。やり方は簡単。権利の設定から市民権をどうかに変えるだけです。気をつける点があるとすれば、同化中は働けないので、少しずつ同化作業を進めていくことですかね。了解。何年もかけて数種族ずつやっていくよ。これで我が国は大超能力国家となるのです。我が国に来れば、機械の体はあげられませんが、漏れなく超能力覚醒はさせてあげましょう。それは大変結構なことだね。コンペイトーガオのブリル君たちもどうか。地底人の末裔、ソンドリーさんくんたちもどうか。こいつら、生き残りがいたんですか。まあ、彼らは地底人の襲撃には関与してない純粋なうちの国民だから。ほら、まだ色々ニュースがあるんでしょ。それを教えてほしいな。ニュースですか。そういえば、ふるさと探しの旅が終わりましたよ。めっちゃ大ニュースじゃん。最後のふるさとデネブは、この100年ほどで FTL 文明に発展し、我々の知るふるさとではなくなっていました。思い出の風景は残っていませんでしたが、発展したふるさとの姿は我々が前に進む原動力になったようです。ルーツへの回帰、大変結構だもんね。これで我々の母星を探すミッションも、母星系を指し示していた印もなくなりました。残す憂いはミナマール特化産業、それだけです。今日の月ちゃん攻撃的すぎる。ダメです、もう我慢できません。ミナマール特化産業に派遣している諜報員を動かします。私はこのために普段あまり優先しない諜報系の研究を積極的にこなしてきたのです。向こうのガードは貧弱、余裕で突破して情報収集してその後は外交問題の誘発をしてやりますとも。まあ、今まであまり使ってこなかった諜報に関する知識が増えるのなら、いいこと、なのかなぁ。はぁ。いかがですか、ミナマール特化産業に対して外交問題の誘発作戦を決行してやりましたよ。あいつらはすでに十分なスキャンダルにまみれとるから、私たちがどんな汚点を発見しても痛くも痒くもないってさ。はぁ、クソの中のクソですね。こうなったら、もっと諜報力を高めて、技術を奪ったり、整形基地を破壊したりしなくては。武力で叩き潰せるようになるまでは諜報で嫌がらせをし続ける感じだね。うまくいけばいいけど、今までは研究重視で惑星開発しとったけど、そろそろ宇宙軍需要量と合金産出の増加を考え始める時期かもしれん。次回はそれと、今画面にちらっと映ったシュラウドや超能力関係のことをメインに進めていけたらなって思うよ。ミッドゲームのイベントも始まるかもしれません。それでは、今回はここまでです。
それじゃ、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。